一緒に行こうよ。いいよ、一緒に戦おう。美味しそうな匂いが。ここは拠点。拠点？いろんな設備。毎日の食。あの飲食に必要な。あ、私も。衣食住にそれ以上のポイント。正式な故障。あなたたちにそのポイント何か欲しいもん。毎度。飛ばすよ。お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら負けない。かかってきやがれ。はっ、いっけーっと。はっ、はっ、し、いや、はっ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 、効かないぜ。まだまだ物足りないよ。かかってきやがれ。これでぶっ飛べ。
モモさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい、頑張ります。あなたたち、私たちとは違うスタート地点で、同じ場所を目指して出会いが必然。なるほど。でも、どうすれば。砕け散れ。治療プログラムに変化しました。二人と戦わなくちゃいけないんですか。そういうことらしい。覚悟を決めろ、稲川。戦うことだけにはルーンマスの治療を近づける唯一の方法でしたよね。シャンカさん、全力で行きます。私たちの勝ちみたいだね。ももちゃん、マナちゃん、ありがとう。私たちなら、さすがに即席のペアじゃ。悔しいのは私も同じですよ。4人とも負けた戦いに意味などない。でもここは戦場じゃない。負け戦にだって大きな意義があるわ。そう言っていただけると。ではこれからあなたたちを。先生もういるわよ。え？お前たち。え？もう私じゃなく、でもだ、どこに。うわー、岩山が動いた。岩山じゃない。お前たちが新しい候補者か。でっか、超でっかい。なんだこれ。あなたが私たちの。いかにも。紹介するわ。彼女はこのビクニを守護するし。飛ばすよ。物語を進めましょう。モモさん、ついてきてくれますか。ああ、任せろ。モモさん、どこへ行ったんでしょう。モモさん、ここにいる。あ、モモさん。何か用か。用というわけじゃな、迷子にでもな。大きなお世話。今日から学校が始まるでしょ。断る。私、もしかしてモモさんに。自意識過剰だな。そうですか。私はモモさんと仲良くなりたいです。他人より自分のことを心配して。どういうことですか。これまでの戦いぶりを見る限りじゃ。それは脱落するのは勝手だが。あ、モモさん、どうしてこうなっちゃうのかしら。部屋にいても、それにしても他人より自分の。モモさんが言うように現状どうにかして。ブイウイルスなんて病気に。どうやら。おはよう、マナ
ナちゃん。おはよう、稲が。おはようございます。こんなところでどうし、コント？違います、ももさんを探していたんで、はあ、ま、え、マナちゃん優しい、そうでしょうか。うわ、それって息が詰まりそう。私たちの目的は一致しているわけで、 VR ウイルスを制御できるようになることだよ。その通りです、目的のために。そうだね、私も早く病気を治して。帰る？そうだよ、普通に学校へ行って、もしかしたら恋。ランカさんはどう？私はお姉ちゃんといられれば、 VR ウイルスが お姉ちゃんと一緒にいるのに。ありがとう。考え方は、マナちゃんは両子の島にいる間は、島から出たらどうするの？なりません。じゃあ何？知ってますか、 V ウイルスから。それでも V ウイルスにはまだ自分が感染者であることを。はあ、そんなことはありません。飛ばしますね。ももさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい、頑張ります。舞い上がりました。
それが鬼だ。それが勝手。モモさん、こうですか。お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら負けない。お姉ちゃん、見つけた。稲川と崩れだよ。結局残ったのは私たちだけってことかな。コンゴン先生が言ってた、最後まで生き残れて、つまりそういうことだよね。パパッと片付けちゃおう。いくよ。
そこまで。やった、勝ちました。ああ、そうだな、私たちの勝ちですよ。分かってる。ももさん、この後は時間あり。断る。あの、ももさん。なんだ。これでお前の血、私がドライブしたん。くれぐれも勘違いするな。飛ばしますね。こうやって歩いてみる。一日じゃ楽しみが増えていで、飛ばすよ。お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら負けない。休憩終わり。一時撤退だ。物語を楽しもう。衣装を選んでくれるのか。着替えで印象って変わりますよね。ここでは衣装の変更ができるわ。物語を楽しもう。お姉さん、いいの入ったよ。しかも極上。あれ、お金足りてないみたい。使うコインを選んでよ。こいつったら現金なんだよ。たくさん入れた方がいいことあるかもね。気合を入れてプレース。おニューの下着ゲットだね。
現金なんだよ。たくさん入れた方がいいことあるかもね。気合を入れてプレース。リンカ、行くよ。一緒に戦おう。可愛い服を着てみたいな。衣装を選んでくれるの？衣装を選んでくれるの？たくさんあって悩んじゃうね。たくさんあって悩んじゃうね。たくさんあって悩んじゃうね。可愛い服を着てみたいな。たくさんあって悩んじゃうね。たくさんあって悩んじゃうね。たくさんあって悩んじゃうね。可愛い服を着てみたいな。